いらっしゃいませ。晩酌屋恵比寿店でございます。はい、今日は先週、使ったキンキの、はい、今日はアラを使ってアラ汁を、作っています。お、いいですね。アラ汁、はい、冬なんでちょっとネギが美味しい時期なんで、ネギと合わせて作っています。はい、わかりました。アラ汁は何味ベースですか？どうするどうする。じゃあ今日はちょっとシンプルに塩味。お、塩仕立てですね。お、いいですね。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ魚のアラを一度霜降ります。はい、ボウルにアラを入れて、はい、沸いたお湯をかけます。で、ベースにとってあげます。もうさっとね、霜降りは。こうすることでどうなるんですか？こうすることで魚の表面についてるぬめりを取って、うん、魚の生臭さとかそういうのをここで取ってあげます。なるほど。で、肝は崩れやすいんで別でさっと。で、この時魚のこうぬめりとか鱗、うん、もしついてたらこうやって手で触りながら取っていきます。掃除したアラを入れていきます。はい、お水を入れて昆布、ちょっと酒多め、はい、で、火につけます。はい、で、こう沸く瞬間大事で、はい、こう一度完全に沸かしてこう沸く、アクがこう出てくるから、この沸いた瞬間、こう沸いた瞬間じゃないとこうアクが回っちゃってこう濁ってちょっとえぐみがある汁になっちゃう、うん、この沸く瞬間が大事です。はい、で、アクが取れたらこれ弱火でポトポト。はい、今日はネギも合わせるんでネギも一緒に。で、30分ぐらいアラ汁火にかけてこうかなり美味しいキンキのお出汁が取れたんで、はい、昆布はここで抜いちゃいます。はい、で、そしたら味付け、お塩、あと肝もここで最後に入れて、火を入れておきます。はい、で、やっぱちょっとお醤油の香りがあった方がいいんで、お醤油を少し、はい、濃い塩を、で、これで肝に火が通ったら完成です。はい、はい、完成しました。キンキの塩汁ですね。うわ、美味しそう。香りがいいですね。香りいいよね。はい、こうやっぱ透き通ってて、うん、美味しそう。これはアクをちゃんと綺麗に取ったから。そう、ちゃんと綺麗に取ったから、うん、いただきます。いただきます。スープ、はい、おう、うわ、めっちゃ出汁出てますね。めちゃめちゃうまいね、これ。めっちゃうまい。あ、もうあったかいもの食べると幸せな気持ちになりますね。あるよね、特に今この時期。うん、このやっぱネギとの相性が最高や。今回はですね、今年初めの収録なので、お、電子のニューイヤーボトルです。かっこいい。はい、トラ年モデルです。純米吟醸生酒になります。ありがたいが、ね、そう、こちらにかわいい。前一回なんかやりましたよね、電子やったね。あれだ、マイクロバブル。マイクロバブルか。あれも美味しかったな。やっぱり日本酒は開けたてが一番ないですからね。やっぱそうだよね、うん、ちょっとやっぱ変わってくるよね。はい、うん、おー、あ、美味しい。美味しい、うん、結構フルーティー系ですね。ね、フルーティー。でも、なんだろう、
後味、うん、切りなんか切れるな。これは合わせやすいんじゃないですか。ね、これね。めっちゃ合う。めちゃめちゃ合う。うん。あ、うまい。美味しいね。これはもう新年だ。新年でこれ出たら最高じゃないですか。最高。うまい。これ美味しいな。うん、最初はちょっと華やかですけど、うん、こう締まりが切れがいいので、こういうなんていうんですかね、魚の薄味な料理でも全然、うん、こう邪魔しないと。邪魔しない。ちょうどいい感じです。美味しい。はい。ということで今回はキンキの牛尾仕立てとニューイヤーボトルの練習のペアリングでした。それでは次回の動画でお会いしましょう。これめっちゃうまんまだね。めっちゃうまいこれ。